こんにちは、岐阜アーガスの熊谷です。今回の企画は、コーディネートの企画ということで、まあ、あのお店にあるセレクトしてある、服でコーディネートいくつか組んでいこうかなと思います。で、まあ、今回ちょっとテーマを設けたんですけど、黒を使わないというテーマでやっていこうと思います。もう皆さん黒かなり誰でも持ってるようなアイテムというか使いやすいアイテムだと思うんですけど、まあ、春夏こそはなんか黒ではなくてもうちょっと涼しげな色を使いたいなと思って、今回はちょっと黒に頼らないコーディネートを組んでいこうかなと思います。まず一つ目のコーディネートからいこうかなと思います。まあ、黒以外で、まあ、何か色を見つけるとなると、まあ、使いやすいなというかこういうカーキの色を使いやすいかなと思います。はい、こちら N ハリウッドの、シャツですね。カーキと、まあ、ちょっと春夏なので、まあ、涼しげにということで、ちょっと白のパンツを合わせていこうかな。このカーキ白、これ結構あの相性のいい配色なので、この合わせおすすめです。はい、という感じで、まあ、カーキ、ちょっと男臭い重い色なんですけど、まあ、白を入れることによって一気に抜け感も出せるので、この、 あの配色もおすすめでございます。2つ目のコーディネートいきます。次はベージュをテーマにちょっと組んでいこうかなと思います。はい、もうベージュも、まあ、かなり黒以外だと人気の色ですね。まあ、個人的にベージュはやっぱりこういうちょっとワントーンで揃えてあげるのがすごいいいんじゃないかなと思って、パンツもベージュのものを持ってきました。まあ、ベージュと、まあ、一言言っても結構あの物によって全然色も違うので、その色の差も楽しめると思います。これも早速着ていきます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こういうワントーンで揃えるときはちょっとまた変わった素材を持ってくるっていうのが個人的におすすめかなと思います。はい、今回はパンツにこうシアサッカーの、まあ、かなりあの奥行きの感じられる素材を使ったので、まあ、あんまりこう退屈さを感じないコーディネートになったんじゃないかなと思います。はい、じゃあコーディネートでその3、はい、こちらの青のアイテムをちょっと持ってきました。リガベルのシャツですね。はい、今年あのサックスブルーかなり、おすすめの色なので、こちら基調にしてちょっとスタイリング組んでいこうかなと思います。ブルー系が特になんか去年よりも人気になってきてるなと感じているので、パンツはネイビーで、はい、いこうかなと思います。ネイビーってかなり黒に近い色なので、まあ、黒以外ってなるとかなり使いやすい色なのかなと思います。まあ、今まで黒いパンツを持ってきたところに、まあ、今年はネイビーに変えてあげると、またちょっと周りと違った、他と差が出せるコーディネートになるんじゃないかなと思います。4つ目のコーディネート、こちら使っていこうかなと思います。グレーの色を、使っていこうかなと思います。こちらと、はい、今日僕も履いているこちら、はい、白のデニムと、あとインナーもちょっと黒白持っていきたいところなんですけど、今回は色物を、使っていこうかなと思います。このちょっと赤みのあるブラウンの、マーカビラの T シャツですね。はい、こちらでコーディネートを組んでいこうと思います。
黒のアウターを、まあ、今年はこうグレーとかにちょっと変えるだけでもガラッと印象変わるので、グレーも本当に使いやすいかなと思いますね。あの合わせる色全然困らない色なので、まあ、黒を着る感覚で着ていただける、色物だと思います。コーディネート、コーディネートその5は、こちら使っていこうかなと思います。はい、カラーの、シャツですね。はい、これは個人的に赤という色としてちょっと持ってきたんですけど、赤とは言えないですね、これ。はい、いろんな色が混ざったもう本当に、青、緑、赤という色物がかなり詰まったシャツなんですけど、まあ、こちらで、コーディネート組んでいこうかなと思います。一見難しそうに見えるんですけども、まあ、意外と下は黒じゃなくても綺麗に見えるんじゃないかなと思いますね。デニムなんやかんやめちゃくちゃ万能なので、こういったあの色物と合わせてもらってもかっこいいと思います。それでは早速今回は全部で5つのコーディネートをご紹介しました。はい、もう一切黒を使わずにコーディネート組んでみたんですけども、意外と黒以外のものでもコーディネートってこう簡単に作れるなと今回感じました。見た感想としてはやっぱり、カーキ、ネイビー、グレー、ベージュあたりは ものすごく、黒以外の色ではかなり使いやすい、もう皆さんあの好きな色かなと思いますので、まあ、この辺を基調として、コーディネート組んでみると、まあ、すごく作りやすいのかなと思います。それでは、今回の動画が、いいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回ご紹介した、商品についても、まあ、それ以外のことについても何かお問い合わせありましたら、コメントを欄で、コメントいただければと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。